葛飾に突如出現したミステリーサークル。こちらはミステリーサークルを一目見ようとたくさんの人たちが連日押しかけています。飛来する謎の飛行物体、そして東京は壊滅する。わしの出番か。ファン待望のこち亀映画化第2弾。りょうつとおなじみのこち亀メンバーがまたまたスクリーンで大活躍。部長なんてちょろいちょろい、バッチリ小遣い稼ぐぞ。こち亀一行は慰安旅行でハワイへ。ハワイの記念写真いかがですか。2枚で500ドルね。500ドル、そんなバカな。まずい、待て。しかしハワイでもトラブルを巻き起こしたリョウツは地元の警察から指名手配される身に。わしは日本から犯人を追いかけてきた警官だ。ハワイアンマフィアに追われているんだ。頼む、飛んでくれ。いいわ、しっかり捕まってて。必死に逃亡するリョウツを救ったのは、ね、セスナを華麗なテクニックで操縦するミーナ。よっしゃ。パトカーに追われるなんてスリル満点ね。一度やってみたかったんだ。その頃日本には危機が迫っていた。大変だ、トルネードが葛飾に向かっているぞ。下町を破壊していくトルネード、東京を襲撃する UFO、 日本を狙うテロリスト、みんな助けに行くからな。リョウツとミーナは無謀にもゼロ戦で日本へと向かった。日本まで燃料が持たないだってで、どうしよう。リョウツ、よし、わしに任せろ。おりゃー、ものすごいスピードだー。今下町の、いや人類の運命はリョウツ貫吉に委ねられた。わしが人類を救う。UFO襲来トルネード大作戦、絶対見に来いよ。